ハイサイ、お久しぶりでございます。いや、このチャンネルね、更新するたびに久しぶりで本当申し訳ないなって思うんだけど、みんなは今年1年どんな1年でしたか？僕はですね、この 2,3 年っていうのは夫婦チャンネルの方、ビデオブログチャンネルですね、そっちの方を一生懸命頑張ってたので、この1年も本当にそのチャンネル一生懸命頑張ったっていう感じで、6月に東京ドームで天心 vs たけるっていう結構格闘業界では大きい大会があったんですけれども、現地に YouTuber として呼ばれて行ってですね、仕事したりですとか、でそれで僕も格闘技に目覚めて、9月に初めて2ヶ月でデビュー戦を行って、しっかりとダウンを奪って勝ってメダルを取ってですね、そんな1年でございました。はい、年明けからはね、またYouTube の案件でラスベガスに行くっていう感じなんですけれども、本当ね、この1年、YouTube を始めてもう7年目ですか、6年は経ってつことになるのかな。月間再生数も、3000万再生弱達成ということで、1日100万再生ぐらいのチャンネルに仲本夫婦を成長させることができたという感じです。そっちの目標が叶ったので、少しこの自分のサンセットスタジオ TV も動かしていこうかなということで、とはいえ僕もこの写真業界っていうのかな、2、3年ぐらいもう離れちゃってるので、結構浦島太郎状態のところも割とあったりしてですね、僕が持てる知識をみんなに共有したりで、みんなの知識を僕に共有してもらったり、それからそれをまた視聴者と一緒にこうみんなで共有したりっていうような、みんなでね、こう写真とか動画とか、要するにカメラにまつわることとかね、あとは男が好きそうなこととかかな、そういうのを共有できるようなチャンネルとしてまたやっていけたらなって思っております。はい、前置きが長くなったんですけど、久しぶりの動画だっていうことで、ちょっと最近ね、僕が使ってる機材とかをいろいろ紹介したいなって思っております。最近ね、メイン機種で使ってるのは α7S3 というね、高感度最強のカメラで、動画機としてすごい優秀で、今撮ってるのも、α7S3 なんですけれども、そちらにですね、大体ね、GM レンズの 24mmF1.4 のレンズをつけて使うことが多いですね。それ以外には、α7R3 とかね、若干古めのこう高画素機とかっていうのを、たまーに撮る写真用に置いてたりするんですけれども、その他レンズ資産はこんな感じでございます。はい、もうね、だいぶこう写真から離れた時に機材売ってしまってですね、もう最近は本当機材が少なくなってたんですけど、また来年からね、このチャンネルで写真のことも取り上げていきたいなっていうことで、富士フィルムの X マウントごっそりと買いました。今日ですね、さっきカメラ1つとですね、レンズ4本も注文しましたんで、この辺りまた皆さんと共有して楽しめたらなって来年思っております。で、それから編集環境の話なんですけれども、今編集用として使ってるのは M1MacBook Pro っていう、現行の機種ですよね。で、これね、すごくこう性能も良くなって、使い勝手はいいんですけれども、オプションこんな感じで僕は積んでてですね、ただね、こんだけオプション積んでても快適サクサクっていうことでは済まない場面も多かったりするんですよね。やっぱ 4K とか素材重いので、で、パソコンがこうもっさりした時っていうのは皆さんも結構困ってると思うんですよ。今日のこの動画はクリーンマイマック X さんの提供で撮っておりますので、クリーンマイマック X について今日は紹介もしていきたいと思います。とにかく使い方が簡単で、あとは Apple の公式アプリっていうことで、知名度も非常に高いですので、知ってる人も多いのかなと思います。今皆さんが見てるのがクリーンマイマック X のアプリを立ち上げた時の画面です。まずね、3つ項目があると思うんですよ。この3つが僕が主に使うものなんですね。クリーンアップ、セキュリティ、高速化っていう風にですね、3つに分かれてるんですけれども、これ3つ全てですね、実行っていうこのボタン1つだけで全てやることができるんですよ。これがクリーンマイマック X の凄さなんですよ。さすがアップル公式だっていうだけはありますよね。で、例えばこのクリーンアップっていうものなんですけど、今、不要のファイルが 2.76GB あるという感じなんですよ。詳細を押すと、こうやって、ここに詳細が表示されておりますね。こんな感じでですね、パソコンの中に、溜まっていく、老廃物みたいなもんですよね、いわば。こういうものっていうのが知らず知らずのうちに溜まっていくんですけど、これを消すことができる。それから、ウイルスのセキュリティですね。何かウイルスを含む、リスクがないかどうかっていうことをこちらで検出することができます。で、こちらの高速化なんですけど、これはメモリの解放って思っていただくといいかもしれないですね。不要なタスクをこう消すことによって、パソコンをより快適な環境にするっていう感じです。喋っててもね、わからないと思うので、一度実行を押してみます。はい、こんな感じで始まりましたね。今、システムをクリーンアップ中と出てます。はい、ウイルスは大丈夫だったみたいですね。
はい、そうこうしているうちに、完了しました。でここに6項目今出てきたと思うんですけれども、こんな感じでね、細かく推奨事項っていうのもまとめてくれたりするんですよね。全部試すのは大変なので、ウイルスをスキャンっていうものをディープスキャンを一度実行してみます。そうするとこうやって、ウイルスの検索が始まるんですね。おお、完了です。はい、こんな感じですね。特に、何も検出されなかったということで、ああ今日も安心して使えるなっていう、そういう感じになりますね。はい、ということで今、ディープスキャンも完了。こんな感じでね、20秒ぐらいでこの3つ全て完了させてくれるっていうことで、めちゃくちゃ優れてると思いませんか。すごいですよねこのアプリ。僕もこのぐらい効率よく生きれたらね、もうちょっと仕事減るんだけどね。でですね、その他こちらのメニューバーの方も見てみましょうか。ここにね、クリーンマイマック X のマークが出てると思います。これを押すとですね、こういう感じで、ここの窓で見ることできるんですよね。メモリの開放ですとか、はい、こんな感じです。今このぐらいのメモリ使ってますよっていうのが簡単に見ることできるんですよ。でここからこうアプリを終了させることもできるっていうことですね。でその他バッテリーの充電率ですとか状態、温度なんかもこういう風に見れますし、あとはね、今つないでる回線の、上り下りの速度までここで見れちゃったりするんですよね。それからパソコンの中の空き容量もこんな感じで簡単に見ることができます。まあ、ドライブのコンディションですとか、ここも温度も出ますし、まあ、見ての通り大変優れた性能になっております。で今回はタイアップっていう形でやらせてもらってるんですけど、まあ、僕普段からねこれ使ってて思うこととかあったりするんですよ。それはまあ正直に言わせてもらってもいいっていう許可は取っておりますので、忖度なしに言うとですね、料金はねこんな感じで、まあ、結構ね比較的高い方だと思うんですよね、この手の、ソフトにおいては。だからもうちょっとね値段下がったらいいかな、嬉しいかなとは思ったりもするんですけど、まあ今見てもらった通りに、まず機能が多いっていうことと、もう一個重要なのが簡単っていうことで、この機能が多いは結構いろんな企業とかいろんなソフトできるんですよ。ただそれを簡素化するっていうのは結構センスが必要なんですね、この UI の設計だったりとかっていう部分があるので。まあそういった意味ではやっぱりこのクリーマイマック X っていうのは Apple 公式になるだけあるなっていう、こう使い勝手の良さを感じますよね。まあでもね、オールインワンでこんだけいろんな機能が詰まってるので、これ1個だけ入れとけばあなたの Mac の治安は保たれます。まあ、気づいたらパソコンのストレージいっぱいになってる人とか、メモリがパンパンになってる人、まあそういう方にはね、簡単に解決したい人にはとてもおすすめできるものとなっております。ぜひ皆さんも使ってみてくださいね。概要欄に詳細貼っております。いや、なんか久しぶりにね、みんなにこういう機材とかの情報共有したなって感じするんですけど、やっぱりね楽しいっすね。こう夫婦チャンネルでできないこともいっぱいあるから、富士のユニットが一式届いてから写真のこととか配信するのは本当に楽しみです。ちょっとずつまたサンセットスタジオ TV の方も、まあ、名前を変えるかな、変えて今後もやっていきたいなって思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで本日の動画は以上でございました。また来年早い段階でお会いしましょう。 See you!